아이고 久しぶりですね。この感覚のんびり見て回りませんか。 一度揃っているな。これより緊急作戦会議を開始する。保留調査の一段落もつかの間、調査班より気になる報告があった。このところハンターたちから見慣れたモンスターが思いがけない場所にいるという報告が多数上がってきているんだ。 それだけじゃない。調査中に大怪我を負って帰還する例も増えている。彼らによると退治したモンスターは従来のものをはるかに上回る強さだったらしい。それともう一つ、これは5機団から報告してもらおう。先日オオアリ塚の荒れ地で不思議な痕跡を見つけました。 リオレイヤのものと思われるのですが、そうとも言い切れず。大きさ、特徴、いずれを照らし合わせてもリオレイヤと微妙に符合しないんです。強靭なモンスターの出現といい、不思議な痕跡の存在といい、どうも偶然の出来事ではなさそうだ。 総司令、どうします？よし、取り急ぎ、この現象の調査を行うぞ。我々が行うべきことは2つだ。1つは各地に赴き強靭なモンスターを調査すること。今1つは5機団が見たという痕跡を集めることだ。 強靭なモンスターを調査しながら、この痕跡の有無に目を光らせてくれ。わかりました。探して集めます。いいな。勝手の違いを侮るな。見慣れた相手でも油断は禁物だ。以上、解散。
頼むで。頑張り時や。こちらに。相棒、クエストを受注してください。例の痕跡の主は目の前ですよ。岡三五の大地で亜種が見つかるとはな。亜種が出現する条件なんてそう簡単には揃わない。学者先生たちも言ってたよ。それにしても素晴らしい状態の亜種だ。よほど栄養豊富な地で育ったのだろう。そこなら心当たりがあるな。大団長、やっと帰ったか。お前たちの活躍っぷりを見てたぞ。よくやったな。見ていたなら手伝ってくれてもよかっただろう。なーに、信じていたからな。それより見てくれ。あのでかい古竜を迎撃した場所からさらに奥地があった。そこにゴロゴロしてたぞ。なんてすごい、強いエネルギーのようなものを感じますね。やっぱりな。こいつは一連の事象に関係ありそうな予感がするな。今からそれを調査に行くぞ。誰か行きたい奴はいないか。おい、一番生きのいいのは。
お前たち現地集合だ。あの回廊で待っているぞ。俺は先に行っているからな。遅刻厳禁。うん、頑張れ。頑張れよ。ひとまず探索で地脈回廊に行きましょうか。遅刻厳禁だそうですし。よし、来たな。遅刻もなし。あそこはゾラマグダラオスを海に導いた場所ですね。そうだ。さあ行くぞ。こっちだ。おっと、遅くなったな。俺が調査団の大団長だ。まあ采配のほとんどをあいつに任せて好き勝手やっている。俺はとあるモンスターを追っていてな、偶然この先の場所を見つけたんだ。とあるモンスターとは？ネルギガンテだ。ゾラ・マグダラオスが海に消えた後、ネルギガンテも姿を消した。俺は奴の痕跡を追ってこの道を発見したんだ。ここはマグダラオスの影響でできた大地の隙間のようなものだろうな。ネルギガンテは今どこに？おそらくこの先にいる。よし、脈の流れが、なんだか体中がざわざわしています。そもそも地脈には膨大なエネルギーが満ちているからな。お前たちが相手した手ごわいモンスターも、あいつらはこの先からやってきたんだろう。この先に何が？マグダラオスを追った調査団、奴を狙ったネルギガンテ、マグダラオスの訪れによって新大陸の何かが動き始めた。覚悟はいいな。ことが進み出したら泣いても笑ってもあとは終わらせるだけだ。はい。この先だ。行きましょう。すごいよな。はい、ここにはさっきの結晶がゴロゴロしてやがるんだ。あんなに大きなものまで一体どうやって？そいつは分からんが、あれの影響か。ここは命のエネルギーに満ちている。そのせいであらゆるモンスターどもがやたらと強い。大団長、ずっと気になっていたことがあります。どうした？ゾラマグダラオスは
どうして谷で眠らず回廊に迷い込んだんでしょうか。もしかしてこの地に惹かれて。どうだろうな。だが手がかりはあるぞ。ネルギガンテだ。ネルギガンテはいつもマグダラオスと共に現れました。その彼がここに来たのも何か理由があるのかもしれません。奴だけじゃない。強いモンスターがこの地に集まり救っていることも確かだ。まずはそいつらの痕跡をたどれ。ここで何が起こっているのかを探り出すぞ。はい。そうと決まれば早速準備だ。準備はいいか。おっしゃ。そういうことだ。とにかく走って探して狩れ。
ネルギガンテの痕跡だいぶ調査できましたね。生態研究所に報告しませんか。それよりな、こちらに。よし。いよいよですね。ネルギガンテ、古竜をしたたむ古竜。相棒。行きましょう。ネルギガンテ、私たちと同じくマグダラオスを追った古竜。よし来たな。遅刻もなし。おっしゃ。
無事だったな。古竜を喰らう古竜か。面白いやつだったな。はい。そんなモンスターがいるだなんて、新大陸に来るまで思いもしませんでした。やつは膨大なエネルギーを求めてここにやってきた。言ってみりゃ、この地を乱した一本の矢だな。なるほど。異物が排除された今、古竜たちの動きも収まるだろう。本当によくやった。じゃあ戻るか。どうした？はい、気になることが。そもそもどうしてここはこんなにもエネルギーに満ちているのでしょうか。古竜を集め救わせるほどのエネルギーが自然に発生するとは思えないんです。一同、揃っているな。これより作戦会議を開始する。古竜を捕食するネル・ギガンテの出現、奴が流血症の地に入り込んだのをきっかけに、そこに住まう古竜たちが活動を始めた。ネル・ギガンテを討伐すれば事態が収まるかと思われたが、その気配は一向に見られない。現在森や荒れ地、そして正気の谷で古竜の痕跡を頻繁に発見できるまでになっています。分析したところ、少なくとも3体の古竜が存在していますね。探せば他にも存在するかもしれません。古竜、国でも数多の種類が確認されている。いずれも天才と言われるほどに強大な存在だ。確かにこの上なく危険な相手ではある。調査団としてこの調査の機を逃すのは愚の骨頂だな。あんたならそう言うと思ってましたぜ。よし、調査班を中心に古竜の痕跡を集めよう。やつでは3体の調査にあたり、それぞれ責任者を立てる。指南役古代樹の森の調査はお前が中心となって行う。大蟻塚の荒れ地はお前に頼む。正気の谷は三騎団に力を借りよう。調査班はこの3人の指示に従い
動いてくれ。古竜の痕跡を十分に集めた後は生態研究所への報告を忘れるな。以上、解散。面白くなってきたな。そういうわけだ。またな。おっと、全て伝え、それが新大陸に生きるファンタム。あいつが一番乗りっす。やっぱりね、さすがだわ。相棒、風に気をつけてください。
現金見事だ。どうした？分かった。相棒、大団長からのクエストなんですけど、本当に行くんですか？ここが大団長の言っていた場所ですね。よっ、来たな。大団長！あ、竜神のあの方も。よし、ではさあ。行こうか。本当に行くんですか？大丈夫だ。では。
こんな場所、よく見つけたな。ゾラ・マグダロースが地形を変えたおかげだ。死した古竜は正気の谷で分解され、地脈を通って蓄積し結晶化する。竜結晶の地はその集大成だと。だがここ数年でエネルギーの流れが強くなるのを感じていた。なるほどね。何か異常なことが起こっているに違いない。この奥だ。おお、こいつは驚いた。これこそが長年かけて結晶化した古竜の生体エネルギーだ。しかしまさかこれほどまでに巨大だとは。これはこの純度、まさかこいつが。Thank you.
これでさ。総司令、目を覚ましました。また落ちたんだって。あんたってほんとよく落ちるし、よく寝るよな。気がついたか。君たちのおかげで我々の任務は達成された。ギルドにはすでに報告の船を出している。じきに古流調査の任務を解かれるだろう。皆長きにわたりご苦労だった。今宵は存分に疲れを癒そう。祝宴だ。やり遂げましたね、私たち。ゾラマグダラオスから飛び降りた時はどうなることかと思ったけど、私、新大陸に来てよかったです。おばさま、ちょっと挨拶に、おいで。いいかな。君のおかげで助かった。ありがとう。面白いやつばかりだな。優秀で個性的で信念があって。皆が好き勝手やっているようだが、いざという時の結束力は固い。彼らとならどんな苦境も越えられる気がするんだ。他者の生体エネルギーを集めて孵化する。そんな存在が新大陸にいたとはな。奴はより大きなエネルギーを得るために老齢の古竜を呼び寄せていたのかもしれない。もしかすると一種のフェロモンのようなものかもな。こうして大きな養分が苗床となり、長年かけて強靭なモンスターが育っていった。流血症の地に古竜が現れたのも同じ理由だろう。何にせよあんなモンスターが外へ出たら何もかもが危ういところだった。本当にご苦労さんだったな。いいんだ、君が持っていてくれ。みんな集まってくれ。ギルドより返書が届いた。古竜渡りの解明実に見事。貴殿らの報告を受け、ギルドはかの古竜を完全新種と認定し、ゼノジーバと名付けることを正式に決定した。これにて古竜調査の任務を完了とし、貴殿らの帰還を要請する。長きにわたる調査ご苦労であった。しかし新大陸での調査は非常に有意義なものである。もし調査続行の意思があらば、その旨検討してほしいとのことだ。この地に残り新たな調査を行うことはさらなる苦難の始まりでもある。さて希望者はいるかな。よし、これより新たな任務を遂行する。そうと決まれば英気を養わないと。
주다 뭔가 어딘가
来ましたね。待っていましたよ。これからもよろしくお願いします。さあ行きましょう。新大陸へ。